工具アレクトライブ SX アレクトライブシリーズとは、1999年にコルグから発売されたアレクトライブ A、R をはじめとするシーケンサー専用機の型番、商品名である。シリーズは機種ごとに特化した機能に分かれている。アレクトライブ A1999 年発売。バーチャルアナログ音源シンセサイザー。アレクトライブ R1999 年発売。 バーチャルアナログ音源を搭載し、ドラムやパーカッションなどに特化した音作り可能なリズムマシン。音色のエディット幅が広いため、SE などの作成にも効果を発揮する。アレクトライブ S2000 年発売。リズム制作に特化したサンプラー。タイムスライス機能を装備している。アレクトライブ M2001 年発売。A と R の機能を兼ね合わせた総合環境。 ドラムパート、シンセパートとも PCM 音源を採用している。アレクトライブ A 向き E2003 年発売 A のマイナーチェンジ版 A との違いはエフェクターのデシメーターがクロスモジュレーションに置き換わっている。アレクトライブ R 向き E2003 年発売 R のマイナーチェンジ版 R との違いはエフェクターのリングモジュレーションがクロスモジュレーションに置き換わっている。 アレクトライブ S ムキー2004年発売 S のマイナーチェンジ版 S との違いはエフェクトのわがマディレイに置き換わっているアレクトライブ MX2003 年発売リボンコントローラー式アルペジエーター真空間アンプ搭載 MMT 音源を搭載したシンセサイザー総合環境アレクトライブ SX2003 年発売リボンコントローラー式アルペジエーター 真空管アンプ搭載。リズム制作とフレーズサンプリングに特化したサンプラー総合環境。アレクトライブ MXSD カード対応版2010年6月発売。リボンコントローラー式アルペジエーター。真空管アンプ搭載。MMT 音源を搭載したシンセサイザー総合環境。アレクトライブ SXSD カード対応版2010年6月発売。 リボンコントローラー式、アルペジエーター、真空管アンプ搭載、リズム制作とフレーズサンプリングに特化した、サンプラー総合環境。アレクトライブ2014年11月発売。アレクトライブサンプラー2015年5月発売。アレクトライブに2016年7月発売。アレクトライブサンプラーに2016年7月発売。iPad や iPhone 用のソフトシーケンサー。 アイエレクトライブ 4iPad2010 年4月発売。アイエレクトライブグリラーズエディション 4iPad2011 年4月発売。アイエレクトライブ 4iPhone2015 年9月発売。工具アレクトライブウェーブ2018年8月発売。1996年発売のローランド MC-303 のヒットにより、グラベバックスと呼ばれる。 テーブルトップスタイルの CE 検査申請音源が各社から一斉に発売になった。コルグも続く1999年、アレクトライブ A、R の発売開始。アレクトライブはこのジャンルの製品群の中では後発の部類に入る。アレクトライブ A、R は当時流行になっていたローランド TB-303 クローン音源とローランド TR-808 tr-606 ライクなドラムマシンであったものの当時の最新技術であったバーチャルアナログ音源を投入しながら販売価格は各4万円弱であったことは衝撃を与えたまた実際音を聞いてみるとアレクトライブ A はローランド TB-303 を強く意識したマシンでありアレクトライブ R は他に類を見ないユニークな 独自色の強い音色のリズムマシンであったことが好意的に認められた。翌2000年、アレクトライブ S の発売。2001年にはアレクトライブ M を発売。シリーズの特徴である、機能自体を単機能特化した製品展開をしたことは、機器単体では表現できることが限られるデメリットを抱えつつも、逆に他の機材との連携が組みやすく、価格自体も 抑えめに設定されていたために多くのユーザーを引きつけることに成功する。しかし2000年代に入るとデジタルオーディオワークステーションやソフトシンセサイザーの急速な進化で電子学機業界全体のハードウェア離れが深刻になる。PC ソフトウェアベースの統合環境が手頃になるとハードウェアの機能を特化させることによって個性を出していた同製品のメリットもすべてが中途半端と やがてデメリットに受け取られることが多くなった。その後、従来のラインナップをマイナーチェンジ、また、ハードウェア単体で曲を完結できるように、高機能化したモデルをリリースするなどするものの、2004年発売の ES-1 向き E 更新製品は登場していない。他社の競合機種等は、PC との親和性、拡張性を高めるなど、 高機能化させる方向で市場での生き残りをかけているもののその本体価格は上昇しもはや一部の限られたユーザーが使用するための機材となり一般ユーザーが気軽に購入できる製品とは言えない現状である2007年3月ついにフラグシップモデルである IMUX-1 の製造中止の話題も流れアレクトライブシリーズは市場からは徐々に姿を消しつつあった そんな中、2006年頃から YouTube をはじめとする動画共有サービスにハードウェア機材でリアルタイムに演奏しながらフレーズを作り上げる俗称ビートメイキングと呼ばれる動画群が投稿され始める。ほどなくアレクトライブシリーズでのビートメイキング動画もアップされると思わぬ反響が起きる。もともとハードウェアシーケンサー製品の多くは事前に打ち込みを するなどした準備をした上で再生した曲を聴かせる機器でその制作風景はあまり一般的ではなかった。が、多くのつまみをリアルタイムに通常楽器のように演奏して曲が作られていく映像はハードウェアシーケンサーに馴染みの薄いユーザーに驚きを与えハードウェアへの興味を高めるきっかけとなった。また、制作者にもその制作過程ですらが、 作品になることを証明し新しいタイプの作品の土壌が生まれつつある。中でも、もともとダンス、DJ 用に設計された、アレクトライブシリーズの演奏風景は、リアルタイム演奏の強みを生かした作品も多い。また、ライブシーンにおいては、アレクトライブ R は、その独創性から、かねてから、クリック、テックハウスシーンにおいて、定番機種の一つして使用されている。 アレクトライブシリーズはソフトウェア主流の電子楽器市場の中、その得意なハードウェアのデザインと合わせて再評価される動きが見られている。2008年5月、当初スマートメディア等の部品入手で生産終了を予定されていたアレクトライブ MX、SX だが動画投稿サイトを通じた再ヒットにより、その生産の継続が発表された。ありがとうございます。